こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は5拍子のソロの部分のやり方ですね。ソロって、皆さんこう、すごい全部埋めなきゃと思いがちなんですけど、僕がいつもよく教えるのは、5拍子の場合は、最初の5は頭は、お休みにする。で、タン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 、もうメロディー、リズムパターンと一緒にしますね。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、シー、フォー、ファイ。こんな感じにすると十分ドラムソロな感じ。ドラムソロっていうのは何でもそうですけど、リズムでも何でもそうですけど、ターゲットノートに向こうに向かっていかなきゃいけないんだけど、手前でやって途中で諦めちゃうとダサくなっちゃうのね。例えばやってみます。ワン、ツー、シー、フォー。途中でちょっとターゲットノート行っちゃったやつもありましたけど、今みたいにこう前半やって後半開くよりは、前半開けといて後半から頭に向かうっていうのをやる。だから僕がデモンストレーションでやったやつはスカスカに開けてあったと思うんですけど、そういう風にワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、ワン、ツー、フォー、ファイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイという、まあ跳ねてるので3連符が はまるので、今みたいにタカタタカタタカタ頭の暮らしに向かうっていう、こう運んであげるっていう感じをイメージするといきます。だからこのテンポだと3連がね、5連だと5拍子だとさらにひっくり返っちゃうから、だから3連の場合は3ストロークが合う。これで頭のターゲットの音に向かってあげる。次あと16、このテンポだとっていう風にいけますよねって感じね。で、前にもやって、これで、この、16だったこういう感じに合わせてあげると、結構、今、細かいことができるかな。あと203年とこれはちょっと変なところで終わるので、ちょっと難しいんですけど、まあ、フレーズをいろいろ5にはめ込んで練習する。で、最後にやるのが、5拍子に3つ割りね。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょうど3小節で元に戻る。ドゥタタ、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 ドゥっていうこの3種類をこう覚えて、ずれ方を覚えておいて、それをこう間を埋めてあげる。ワン、ツー、スリー。暴れ方をすると結構いろんな、まあだからピアノとかでもこういう風にフレーズをいろいろ、だから4拍子と違っていろんなアプローチができるとこが面白くて、だからこういう難解な曲をやるということですね。まあ簡単ですが、5拍子のアプローチの仕方、僕の厳選をお教えしました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。
3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。